おやおや、お昼寝ですか。今回は星野リゾートトマムに来ております。来ました。ここいいですね。ね、いいですね。ハンモック最高。羊と一緒に昼寝できるハンモックというコーナーなんだけれども、はい、うん、意外と癒されますね。もうまさにあの羊が一匹っていうのを、うん、ここでできるってことですよね。結構いろんなこう大きさっていうか子供の羊とかもいるんですね。かわいいな。星野リゾートトマムは僕らね毎年来ているんだけれども、はい、毎年進化してますよね。そうですね。いろんなあら来てる。あ、来てる。めーめー来てる。もうふわふわですよ。もうその大丈夫リちゃん。いやもう全然大丈夫です。さあ今回は星野リゾートトマムの極上の休日の過ごし方をご紹介します。イエイエーイゴー。この夏登場した大興奮のアクティビティに、怖い、海のもの山のもの絶品グルメが続々、すごいのが来ましたね。そしてトマムといえば誰もが見たい雲海。あーあーあー、札幌中心部から車で2時間30分、四季を通じてさまざまな体験ができる北海道最大級の滞在型リゾート、星野リゾートリゾナーレトマム。まずはファームエリア。札幌ドームが18個ほど入る広大な牧草地に牛や羊などがのんびり歩くお散歩スポットです。そしてトマムで採れた牛乳を使ったグルメを楽しめるのがファームカフェファームデザインズ。入ってみよう。あら、あ、こういう感じになってるんですね。はい。あ、チーズ作ってる。これはここで取れた牛乳を使って作ってるっていうことですね。モッツァレラチーズ。やっぱこう伸びがいいのがね特徴ですもんね。こちらでおすすめメニューをいただきます。お待たせいたしました。生ハムモッツァレラのパニーノになります。おすごい、これすごい、これすごい。ありがとうございます。おー、結構なボリュームですね。トマムの牛から取れた牛乳で作ったモッツァレラチーズなんですよね。そうですね。ここで取れてそこで、まあ、最終加工したチーズを、まあまあ、景色をご覧いただきながら、まあ、召し上がっていただくという形になってます。ボリューム満点ですね。うん、おいしい。やっぱこのチーズめちゃくちゃフレッシュですね。ありがとうございます。あー、うまい。フレッシュですね。何でしたんですか。フレッシュですね。フレッシュですね。あー、いいですね本当に。うん、この生ハムの程よい塩味と、うん、このフレッシュのチーズとパンも美味しい。一緒にいただきたいのがトマムで採れた牛乳です。おー、あー、うまい。美味しいですね。ありがとうございます。あー、これ結構あっさり系ですね、この牛乳は。そうですね、今放牧する時期になってますので、うん、あっさりした中に甘みがあるのが、そう、その通り、はい、特徴だと思います。ガブガブ飲む、ガブガブ。そうですね、夏に合わせてだと言いますか、はあ、牛たちもやっぱり、子牛たちもやっぱ飲みやすいようになってるんじゃないかなと思うぐらい、そうですよね、やっぱり子供たちが喉乾かないように少しさっぱりめなものを出て、冬になるとより濃厚な脂肪分があって寒さに耐えられるような、そういった牛乳が出る、なんかそんな感じですね。こちらはチーズを作る時に出たタンパク質を多く含む成分ホエーを飲みやすくしたヘルシーなドリンクです。体に良さそうなんですよ。で、ね、美味しいですね。美味しい、美味しく仕上げてる。うん、はい、いただきます。特に今日みたいな暑い日はぜひ飲んでいただきたい。
さっぱりしていて、さっぱり、ほんと美味しい。なんか程よい酸味があって、うん、しかも私このいちごなんでちょっとその甘みが出てて、はい、いちごミルクのすごいさっぱりバージョンみたいな感じ。これうまいっすね。ファームエリアでゆっくり過ごすのもトマムの楽しみ方の一つです。さあ続いてご紹介したいのは、うん、今年誕生したばっかりのアクティビティ、はい、バディアドベンチャーです。さあ森さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。盛り上がりますね。このファームの中を、ご自分で運転していただいて、うん、で少しアクティブな感じでちょっとアドレナリンも出るような場所もありながら、操作はとっても簡単。練習用のコースもあるので初めてでも安心です。うわあ、青空の下気持ちよさそう。確かにこれはアドレナリン出まくりますね。準備 OK。 OK。 準備 OK。 OK。 はい、GO。 はい、じゃあ行きますね。それでは冒険の旅へ出発。舗装された道路をしばらく走り、お次は森の中へ。ここからが本番です。と、ここで、コースにはカーブやアップダウンもあり、まるで遊園地のアトラクション。ここちょっと下り坂急なのでゆっくりゆっくりでお願いします。ちょっと刺激的でした。刺激的。走行距離は5キロ。広いトマムを走り回ります。おっしゃい、よいしょ。ただいま帰ってきました。帰ってきました。いや、ありがとうございました森さん。ありがとうございました。まあ、非常にね、満足できたコースでしたね。ありがとうございます。本当に楽しかった。楽しかった。アドベンチャーって感じでしたね。アドベンチャーでしたね。舗装された道路もあればアップダウンが激しいところもあって、林の中に入っていったりとかね、うん、なんといってもね、敷地が広いから。そうですね。この自然、広大なこうね、やっぱり自然を楽しめるというのがやっぱりすごい素敵ですよね、うん、続いてご紹介するのは、波の音いいですね。いいですね。なんか安らぐ音ですね、この波の音を聞くと。日本最大級の屋内ウェーブプール、南なビーチ。水着のレンタルなどもあるので、手ぶらで来ても OK です。さあ、このプールにはですね、はい、ちょっと面白いものを発見しました、うん、ウォーターラインというんだけれども、このプールの幅はね、約30メートルあります、はい、そしてこの青いこの布のようなもの見えます、皆さん、これね、幅5センチなんですよ、はい、渡り切るというものなんだけれども、はい、アクティビティの一つですね、そうなんですよ。で、いや、こんなのあるんですね。幅たった5センチのラインを綱渡りするスリル満点のアクティビティ。バランス感覚と集中力が必要となりますが、果たしてリーちゃんは。やります、行きます。行ってらっしゃい。準備できました。行きますよ。皆さんお願いします。行きます。ふい。あー、リーちゃんの記録たった2歩。あっという間に水の中。続いてゆりえちゃんも挑戦。真ん中、それとも、はい、お願いします。
一歩一歩一歩目が出た一歩一歩前にね一歩無理絶対無理無理無理なんですもうグラグラ無理無理ですよ無理雨が降っても楽しいこんなアクティビティもトマムの魅力の一つですこの後驚愕のグルメ登場すごいのが来ましたねあー怖い今回のラブ北海道は夏のトマムを大満喫遊んでいたらあっという間に暗くなってきました飲食店とかねショップとかいろいろある小樽ストリートに来ておりますものすごく素敵ですねこの通りがやっぱちょっとこう暗くなってくるとさらに雰囲気が出てきてますね良くなりますね、でここで今、うん、開催されているイベントがありましてほうメロンシャンパンフェスがなんか響きまたいいですねメロンシャンパンフェストマムでは8月31日までメロンシャンパンフェスを開催中です旬を迎えたメロンと優雅なシャンパンの贅沢なマリアージュを楽しめますさあということで、用意していただきました、はい、もう完全にね僕の想像よりもねはるかに超えておりますそうですね、思ってたのよりも相当豪華ですねそうなんですよメロンとシャンパンのフェスって言いながらもこんなね美しいものが出てくるとは思わなかったんですねありがとうございますぜひまずはシャンパンを一口お飲みいただいてまずはシャンパン、はい、いただいて、はい、じゃあ、はい、素敵な星野リゾートトマムに乾杯しましょう、はいはい、乾杯しっとり美味しいですね美味しいちょっとこう辛口、はい、結構キレのある感じですね、はい、10種類このイベントではご用意はしているんですけれどもメロンに合わせてお客様の好みでお飲みいただけますなるほどそれではメロンとシャンパンのマリアージュいただきます切り目入ってないですねそうですよねですかぜひそのまま手に取ってやっぱりそうなんですねガブッとはいあどうぞいただきますシャッおすごいもうジュースジュースジュースあー相当みずみずしいですね甘いそしてですよね、うん、はい合わせてシャンパンもなんかユリエめちゃくちゃこう慣れてるって感じしますねどうだこの組み合わせマリアージュマリアージュ出ましたこの甘いメロンとこのちょっと辛口のキレのあるシャンパンで、はい、辛口なんですけれどもご用意しているシャンパンにこうほんのりとベリー系の風味があるのでそこでちょっとこうマッチしていい具合にこうメロンの甘みも引き立てつつシャンパンのすっきりとした味わいも楽しんでいただけるかなと思ってご用意しておりますすごいないただきます最高ですね柔らかいですねそうとっても爽やかなこう甘さっていうのかなあメロンの果肉とこう中で口の中でちょっとこう化学反応というかそちらのシャンパンがほんのりと酸味の効いたシャンパンですのでその通りですね、はい、メロンの甘みをこう非常に引き立てるかなと思いますなるほどなるほど、はいさらにメロンに合わせるトッピングとしてトマムさんのモッツァレラチーズ、生ハム、トマム牛乳を使ったソフトクリームの3種類を用意リちゃんはチーズをチョイスしましたいただきますすごい美味しいですねどのトッピングもメロンとの相性バッチリ、ね、さまざまな味わいが楽しめます
この他にも甘みや食感、香りも違う6種類のメロンを食べ比べて楽しむメニュー。さらに今年新登場したのがこちら。すごいのが来ましたね。こちらは2種のメロンの贅沢かき氷でございます。かき氷、はい、へえ、ちょっとなんかすごいのが出てきたなと思ったんだけど。こちらは青肉メロンと赤肉メロン両方の果肉で作った氷を上に乗せたメロンのかき氷で、周りには果肉も合わせてご用意してますので、ぜひそちらもご一緒にお召し上がりいただければと。氷の部分ですよね。じゃあせっかくなんでこれって一緒にね、青やついただきます。どうだ、おいしい。氷もメロン、メロンだから、はい、めっちゃメロンなんですよ。めっちゃメロン。氷も、はい、果肉をそのまま削って、してジュースにしたものを削って、うん、そうか、はい、でも ただの氷じゃないんだ。ただの氷じゃない。下にはさらにその赤肉のかき氷が、そうなんです、入ってる。ただの氷じゃない。メロンですね。うん、ものすごく こだわり抜いたかき氷ですよね。旬のメロンとシャンパンを心ゆくまで堪能できるイベント。皆さんもぜひチェックしてみては。おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻は午前3時です。はい、ということでトマムといえば雲海です、はい、うん、しかも去年は見れなかったんですけど。そうなんですよね。そう、山全体が雲に覆われてしまい、絶景の雲海はお預けでした。この時期雲海に出会える確率はおよそ 40%。 去年とは打って変わって、この日は快晴。リベンジなるか。あー、雲が見えるよ。あれが、はい、雲海ですね。雲海ですよね。今回のラブ北海道はまだ暗い午前3時に早起きして挑むトマムの雲海テラス。去年は見られませんでしたが、果たして、いや、今年こそ、はい、リベンジ。今年こそみたいです。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。なんと久しぶりです。今年も1000人も来ていただきました、はい。雲海を知り尽くす通称雲海仙人とリベンジに挑みます。今日はどうなんですかね。どうでしょうか。早速行ってみますか。行きますか。はい、どうぞ。いや、今日こそ、今年こそ、今日こそ、なんだもう仙人、はい、もう丸見えじゃないですか。全部丸見えですね。雲一つもないよ。下の方に少しだけ。あれ。ご覧の通り晴れ渡る空。残念ながら今年もお預けか。二人がそう諦めかけた瞬間。雲海の神様が素敵なプレゼントを用意していてくれました。見えるよ。はい、見えるよ。しかもね、すごい長いですね。実はあそこに川が流れてるんです。あ、やっぱりそうなんですね、はい。これがまたね、すごく味があるんですよ。うん、なんかこう川の上にこう雲海ができて、川と同じようにこう流れていくっていうのは、まるでこうなんか生きているような。そうですね。いう感じがするんですよね、うんうん。それがまた素敵ですね。そうですね。私たちは雲の川と書いて、ええ、運河と言ったりしますね。運河、はあ、素敵な表現。運河と出会っちゃった、うん、いいよ、これすごいいいね。雲海の神様、来年こそは一面の雲海が見られますように。
毎年進化を続ける雲海テラス。今年新たに登場したのが雲海テラスドッグランです。ここはこうワンちゃん走っててこうちょっと下から見ると雲の上に走ってるみたいな感じなんですよ。ほら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 、もうまるで雲の上にこう走ってるように。雲海テラスのカフェでは雲海と青空をモチーフにした雲パフェも登場。青色の柑橘系のジュレとヨーグルトクリームが爽やかな朝にぴったりです。おいしい。あ、本当だ。あ、この組み合わせいいね。うん。雲海を見てお腹が空いたら朝食は森のレストランニニヌプリのビュッフェへ。バリエーション豊かな40種類ほどのメニューが並び、思わず目移りしちゃうこと間違いなし。中でも人気なのがサーモンやホタテ、粒など好きなだけ盛り付けられる海宝丼。ご飯にたっぷりかけて。みちゃん取りすぎ。こちらもですね、 おすすめです。フレンチトーストだ。大好きです。大好き。はい、こうやってライブキッチンで焼きたてを提供してくれるんですね。もう美味しいものをいっぱい取ってきました。はい、取ってきました。早速いただきましょう。はい、僕の海宝丼です。はい、いただきます。泣いちゃう。うまい。フレンチトーストはトマムさんの牛乳を使ったクリームと一緒に。やっぱ焼きたてなので中はもう柔らかくて美味しい。朝からごちそうを堪能し大満足の2人でした。やっぱいろんな新しいスポットが来るたびにこう誕生してたりとか、うん、まあ、グルメもそうですしね。やっぱ来るたびにこう楽しい魅力がいっぱいあるし、うん、北海道を感じられる、自然を感じられるっていうのがね。来年も来なきゃ。そう来年こそ、また雲海チャレンジしたいし。何度来ても新しい発見がある星野リゾートリゾナーレトマム。皆さんもこの夏訪れてみてはいかがですか。